こんにちは。はい、今日は？今日はですね、スイッチヒッターといえば、はい、高橋義彦。はい。辞書を調べたらですね、うん、スイッチヒッターって調べたら、高橋義彦って出てきますよ。あら、柴瀬じゃないの？ああ、義彦。すごいね。ああ、びっくりしましたよ。まあそんな感じなんで、うん、ある時やっぱりスイッチヒッターってすごく多かったじゃないですか。多かったね。はい。で今はなんかなんとなくこう少なくなっているっていうか、うん、でやっぱりそのちょいちょい聞かれるんですよ。スイッチヒッターって何がいいんですかっていうことを、うん、まあ聞かれたりとかするんですけど、その辺をちょっと今日語ってもらえたら極意と言いますか。本日もよろしくお願いします。プレイボーよろぴこ。スイッチヒッターの極意ね、はい、でもスイッチヒッター始めたのは、うん、面白いのは俺19レギュラー取り掛かってる時に始めたからね、うん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 、で小葉さんにお前スイッチするかって言われて、はい、いや俺小葉さんずっとやっぱ育てられてるから、はい、2つ目にいいですよって言ったのが始まりだからね、はい、小学校4年生からずっとバット振り出して、はい、1回も左振ったことないからね。まあまあそうですよね。今の子たちは体の軸をぶれるから右ばっかしだったらっていうんで、はい、左を戻すんで、はい、バランスを戻すんで両方打つわけ。あ、なるほど。体のバランスをね、腰を壊さないように、はい、で俺たちの頃はそれなかったから、うん、もうずっと右、うん、で初めて左で構えたのかな、はい、それが始まり、はいはい、ただ面白いのは小葉さんに聞いたことあるんだけど監督に、はい、スイッチヒッターなぜさせたかって言ったら柴田さんを見てていいなと思ったらしい。ジャイアンツの柴田さんですね、うん、はいはいはい、やっぱ三遊間ヒットになるし、はいはいはい、そういう面ではスイッチ、うんうん、それだけのことよ。それだけのことですか。それだけのこと。だって右打席で入団してますよね。そう、右で左にする両方打つのって困らなかったですか。すぐのすぐ打てないんですか。いや構えた瞬間ここはどこ、私は誰になったね。まあまあそうですよね、うん、あ、全く振れんかったね、はいはいはい、どうしたらいいか分かんなかったし、うんうん、で、そうだね、スイッチするって時に、はい、それまで俺右でずっと練習してきたから、はい、あの下手でね、はい、で、それが形になったのが寺岡さんとか、うん、山本和義さんとか藤井さんとかいろんないいコーチに出会えて、はい、すごい練習量をこなして上手くなったわけよね、はい、その時に、そのなん土台があるから小学校4年生だったら今10歳、はい、10歳から中学だから9年間、はい、まあ9年間から10年間よね、うんうん、まあ、だったらと思って9年間か10年間分を1年で振ればいいなと思ったわけで、もう要は簡単なのは成功するしないを別として自分が頑張ろうっていうよりは数字に出した方がいいよね。分かりやすいですね。分かりやすい。1年間もう10年間分振ったらいい。でそうやって振れば形になるわけだし、うん、おぎゃって生まれて小学校4年生が右構えた瞬間初めてバット振るのと一緒だから、はい、それを10年間振ったらいいわけだから、はい、そういうふうに考えると楽よね。なるほど。であとはなんだろう、根気かな。まあ吉彦さんは練習の無視ってかけふさんが言ってましたよね。吉彦みたいに練習する人間を見たことないって。かけふさんもすごかったからね。ああそうですか。すごい。あ、ただ俺は特にほら左に変えたからしなきゃいけないって頭あったから、だからずっとバットを振り続けたね、はいはいはい、である日突然振ってると、はい、ん、右こうだよな、はい、時に左待ってと筋肉をどう動かしていいかって分かるわけ。あ、ちょっと待って、右こうやろ筋肉、あ、だって左筋肉こうやろ、ある日つながる。なるほど。えっと思った時にある日突然つながる。ああ。そうすると普通に触れるようになるよね。なるほど、うん、ただ面白いのは誰でもできる。誰でもできる。できる。おお。これは要は努力っていうと美的じゃなくて、努力っていうのは覚悟した努力ってあって、何でもそうなんだけど、俺がやっぱ一番最初なぜ思ったかっていうと、NHK の番組で、はい、まあそういう感じ性が強いんだろうな、うんうん、もう人間性がいいっていうか。いや分かってますよ。ものすごく分かってます。本当、はい、時に、はい、テレビで両腕のない女性が出てた、はいはいはい、時にその特集だったのかな、うんうん、でパッと見た時に料理も全部
足、はいはいはい、切符を買うんでも足、あ、僕見たことあります、地獄の足、足ですよね、足しかないからね。そうですね。で見た時に、あ、この人さ足だけでもできるようになるんだって人間ってってふと思ったよね、うん、でその時に俺もう5体満足やんって思った時に、もうやればなんとかなるんだなっていうんで頑張ったのかな、うん、で人間ってやっぱし覚悟しないとやっぱ結果がないよね、はい、僕は努力しましたって努力なんかいらないよ。そうですね、努力しました、 あんた頑張ったね、でもダメでしたはいらないわけよ、プロの世界だから。そうですね、アマチュアはいいのよ、うんうんうん、頑張ったねって次違う面で努力ってことをできるねって、はいはい、でもプロ野球の世界ってプロは努力して結果出ませんでしたったらやめなきゃいけないわけだから。そうですね、クビですからね、うん、でそういう面では結果を出さなきゃいけないわけよ、ということは覚悟した努力がいるわけよね、はいはい、そうすると乗り越えられるわけよね、うんうん、そうするとやっぱ手に入るわけやな、うん、その結果が、はい、でそういうことなのかなと思う、うん、俺は。だからそういう面では海外行ったらさ、足だけのプロギターいるでしょ、ギタリストが。へ、海外でいるのよ。へ、知らなかった、調べたら分かる、はいはい、足だけで弾けるプロギターの人がいる、で人間ってすごい能力があるわけ、うんうん、ただ人間はそこまで自分を追い込めないんで能力を発揮しないんで、うん、よく名人っているやん、はい、あの人名人やねって、何々する名人って、うん、名人も最初は素人やけんねって。なるほど、そういうことですね、いうことなんよ、全てそういうのつながってくるわけだから、要は俺は下手だからって諦めるのか、下手な鉄砲数打ち当たるじゃないけど、はいはいはい、そういうこともあるわけだから、数多くやって、要はすごい簡単な話なんだけど、うん、まあ、飛行場があります、はい、飛行機があります、はい、これを元気の時は思ってたんだけど、ジェット機でもそうだけど何でもそう、飛行機滑走します、エンジンかけてる瞬間ボンと上がらないよね、上がりませんね、滑走があるよね、はい、滑走ビューっと行って上がれんかったら落ちるよね。はい、落ちますね。で上がらなかんよね、はい、でその滑走距離が長いか短いか自分で決めなかった、努力が足んないとずーそのままずーっと行って、足んないと落ちて失敗になるけど、うんうん、自分努力が覚悟した努力がここですごい努力するわけね、エンジン吹かすわけやんか、うん、はいはい、そうするとビューッと飛び上がるわけか。なるほど、その時の滑走距離が自分の人生だと思ったり、うーん、いや長く 長いほど時間が必要、はい、でも努力次第でそこが短くできるわけ、はいはい、で上がった瞬間はバッと上がれるわけ、はいはい、要はそこまでどれだけ自分が頑張って上がりきるかだけなんよね。うん、そうですね。でも人ってそれの能力があるわけ、はい、何でもそう、うん、いわゆる物を作るんでもそう、俺不器用だからって言うけど、そんなこと絶対ないわけ、みんな、うんうんうん、だからみんな努力した、うん、でも努力ってのは大事なんよ、うん、何かっていうと、もう一個あって、俺はこれに合ってないんだなって思わなかった。だから俺プロ野球選手二軍監督もそうだけど、はい、俺の時に辞めさせる仕事だと思ったわけ。二軍監督がですね、うん、言われてましたもんね、努力して努力してお前これ以上できんよなって、うん、無理やなって、お前は自分の人生を全うしたってことよって、うんうんうん、で次の人生これで頑張ってってことを思って、うん、全うした人生でこの努力を生かして違うとこで努力したらどうやっていう話ない、うん、仕事が合う不向きがあるからね、はい、合う不向き、ね、合う合わないがあるから、はい、その時に一生懸命一個の合わないことを一生懸命やって、自分が本当にこれは合わないんだと思って次行く分はいいけど、プロ野球選手なんかの途中で練習、あの時みんなそうなんで言うのは、あ、俺あの時もう少し練習しとけばよかったって十中八九みんな言う、まあ、後悔ですよね、うん、だから後悔先に立たずって言うんだけど、うん、はい、だからみんな引きずって次の仕事場行くのか、はい、そこで一回区切って、俺の人生もう精一杯やったやんかって、はい、区切ってまた俺はあれだけできたじゃないかっていく差なのかな、悔いなくやらせるってことですよね。そうそう、だからスイッチヒットもそうなのかなと思う。だからやればできると思ってるね。スイッチヒッターの利点っていうのはやっぱり何でしょうか。あ、まあ利点っていうのは、はい、左と右、いやピッチャーを変えずにってことよね。なるほど、うん、で左になった時はファーストに近いってことよね、はい、うんうん、でも一番の利点は右左ピッチャーの時入れ替えないでいいってことかな。もともと左だった子がスイッチになるっていう例もありますか。ないないですよね、ほとんど必要ない。そうですね、だから今スイッチヒッター減ってきたのは足の速い子って大体左になってない。なってます、もうみんなそうですね、若いうちに。そうです、そうです、もうみんな情報が入って、うん、小学校中学校高校の時にもう情報が入ってるから、うん、
左の利点を知ってるんで、そうですね、監督コーチが左にさせてるはずない。そうです、だからスイッチがいなくなる。あの左を右に変える人全くないんで。そうですね、本当左バッターいい子は王さんもそうだけど、うん、柳田君もそうだけど、はい、左ピッチャー苦にしないからね。だからスイッチって面白いのは、左ピッチャーって右打席っていうのは特殊な打ち方しなきゃいけないんで難しい、うんうんうん、特殊部門になるわけ、はいはいはい、だから左を右に変える必要なスイッチにする必要ない、うんうん、だから左対左行っても得意の子がいるし、うんうん、だから良くないことは左ピッチャー来たから右バッターを並べるとか、はいはい、右ピッチャー来たから左バッターを並べる、はいはい、2プラス制ってアメリカ通ってたけど、はい、あったけど、それは良くないことなんで、なるほど、あんまりバッティングを知らないコーチがやることなんで、だからこれ面白いのは2プラトン引くと左ピッチャー右バッター嫌がると思うけど、そうでもない。うん、もう投げる球は決まってくるんで、まあまあそうですよね、はまるんや、はい、でもそこ右左左右左って自分でコントロールしなきゃいけないんで、すごい大変なことあって、俺はバッティングコーチの時そうやって考えましたね。だから今スイッチ減ってきたのは左の足の速い子が増えてるってこと。もともと右の子はもう最初から左出しはしますよね。そうそういうことですね。うん、で若い時から足の速い子が右でスイッチヒッターをずっと続けていくっていうのはちょっと日本の現状では難しいのかもしれないな。練習量が倍になるし、バッティング量も倍になるし、そこが小学校中学校の時にその時間帯があるかっていうことになるんじゃないかと思う。なかなかですね。本当一番いいのは右バッターが足の速い子いたら左も打たす右も打たす、はい、でその頃からスイッチにしていく、うん、アメリカはそうだからね。なるほど。日本と違うところなのは、うん、アメリカはそうやってスイッチが昔来てる、ね、そういうことなんですね、うん、そうだからそういう時間と余裕があるチームでもしもあったら右バッターの足の速い子がいたんだったら左だけに変えるんじゃなくていわゆる左も右もスイッチで育てるっていうのが一番いいかもしれない。まあそういうことですね、うん、だから減ったのはそういう理由で、増えた理由は俺が成功したから。そうですね、はい、俺がです、俺がですということでスイッチヒッターについてはそういうことなんで、本日もこのぐらいで、はい、でも努力すれば何でも叶うってことと、うん、本当やってみたいのは本当何悩みのある子がいて、うん、あのお父さんお母さんがそれを画像で送ってね、うんうん、そうやってやってみたいよね。いやいや本当ですね、うん、そういう形も考えてますね。ワンポイントでね、はい、うん、またよろしくお願いします。またよろしくお願いします。登録といいねをよろしくお願いします。お願いします。どうも今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。チャンネル登録、いいねをよろしくお願いします。通知オンとベルマークボタンをオンにしてください。よろしく。